ドンキーは株式会社アレフが日本全国に展開するハンバーグレストラン。1968年12月15日に創業し、1976年7月に設立された。当事業の運営企業となっている株式会社アレフは、オウム心理教の後継団体の方のアレフとは一切無関係である。1968年12月、ハンバーガーとサラダの店、 ベルをカウベルカンパニーが岩手県森岡市大通に開業し、ビックリドンキーの前身となる。1971年、マクドナルド日本進出の噂を聞いた、庄司明夫社長は、ハワイのマクドナルドを視察して、最先端のハンバーガーショップにかなわないと実感する。帰国後、メニュー構成をハンバーガーから日本人を意識したハンバーグ定食へ転換し、ハンバーグ、パン、 野菜で一体のハンバーガーに対して、ハンバーグ、ご飯、サラダを一つに盛り付けるディッシュメニューの原型を発送する。1980年、札幌市西区西野に、びっくりドンキー札幌一号店がオープン。1981年、本社を北海道札幌市に移転。1983年、大阪で2店舗のフランチャイズを全国で初めて開始。 大阪のフランチャイズ店で使われた野号のびっくりドンキーへ他店舗の野号を変更。1985年頃から主に大阪でフランチャイズ展開を拡大。札幌ではローストビーフ専門店の近郊スタイルレストラン、ハーフダイムなどもオープンする。1987年、アレフに社名変更して全国展開する。2011年3月からショッピングセンター内。 フードコート店舗も展開する。ハンバーグを中心に近年は、サイドとドリンクメニューの充実が図られ、デザート系商品を中心に、特徴的なネーミングが多い。レギュラーバーグディッシュハンバーグ他店では、多くの場合ナイフとフォークで食すが、肉質が柔らかく箸でも食えせることが特徴である。基本のソースは、デミグラスソースではなく、醤油ベースのオリジナルソース。 大皿一枚にハンバーグ、ライス、サラダを盛り付けるディッシュと、パレット型ステーキ皿にハンバーグ、フライドポテト、ガロニを盛り付けるステーキがあり、おのおのチーズエッグなどの各種トッピングが選択できる。びっくりコーラトロフィーのような巨大グラスで提供される、500ミリリットルのコーラである。カップルで楽しむ客が多く目玉商品の一つで、あったが、庄司昭夫社長の糖分が、 大杉お客様の健康に良くないという配慮から隠れメニューとなり後に廃止されるメリーゴーランド手頃な値段で人気が高いパフェである大部分を占めるソフトクリームの下にメリゴやメリーなどとも俗称される現在は販売していないシーハーハーサラダレタスミックスにベルギーチコーリ、カニカマ、アスパラガスなどを乗せたサラダであるベーコンビッツと黒胡椒にソイドレッシングが トッピングされている。びっくりドンキーカレー200グラム、レトルト持ち帰り、需要へ向け主販用途に調整した商品である。厳選したオリジナルスパイス30種類以上を使用したスパイシーなカレーで契約農家の厳選した牛肉の粗挽きを使用し国があり深い味わいが特徴である。びっくりドンキーハヤシ180グラム、レトルト持ち帰り、需要へ向け主販用途に調整した商品である。 契約農家の牛肉を赤ワインでじっくり煮込み、マイルドで癖のない深みのある味わいが特徴である。びっくりドンキーマヨネーズタイプ 300g、ハンバーグデッシュの大根サラダに使用しているマヨネーズである。びっくりドンキーソイドレッシング 200ml、シーハーハーサラダに使用しているドレッシングである。びっくりドンキー白菜キムチ 300g、びっくりドンキーザルジンとして販売する商品である。 キムチの特徴である辛味、甘味、酸味、塩味、苦味のゴミを有志韓国の味を再現している。2012年9月1日現在、直営店139、フランチャイズ店187、計326店舗を展開する。北海道伊達市に専属契約牧場があり、小樽市では、チビールの醸造と販売を、はじめ関連グループ企業により、 な事業の経営も行っている。近年は環境事業にも力を入れ、日本政策投資銀行より外食業界で全国初の環境格付け。最上位ランクの指定を受け、北海道工場は2008年6月に北海道省エネルギー新エネルギー促進対象で省エネルギー対象を受賞する。株式会社元広志京都府を中心に展開。 ケート販売過去に2選手が所属した。コーチ、監督、マネージャーなど選手をサポートする専任スタッフが不在で、総務部が問い合わせ窓口業務を担当する程度だったことから、積極的な情報公開も行わず、外部にも応援活動等をしないと公言し広報も行っていなかった。しかし2006年のトリノオリンピック開幕と同時に、急遽 PDF 形式にて、 自社ホームページ内にて情報公開を開始し、これを機にスケート部が発足する。その後も社内法に選手情報は出すが、鳥のオリンピックでの成績、大会出場スケジュールや成績を掲載せず、他のオリンピック出場選手所属企業のように選手を宣言媒体とせず、国内大会では参加選手所属企業や大会スポンサー同様に、 びっくりドンキー名義の看板をコース沿いに掲出している。2010年6月30日、突如、スケート部を廃止する。及川は、同年9月に大和ハウス工業へ移籍し、今野は引退して、競輪選手へ転身を公表した。アレフに関するカテゴリー。ありがとうございます。